とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーマルチプレイですね。とりあえず3人でスタートしてみます。では、行きましょう。今回ね、1階が難しいのよ。1階が。でも、クリーパー処理をしっかりしていけば、特に問題はないでしょう。まあこの処理がなかなかめんどくさいんだけどね。もうとにかく多いのよ、クリーパーが。これを、ちょっとずつね、これ処理していかなきゃいけないっていう、これ。すげえ数だな、これ。どうした?やば!だよね。挟まれた。ごめんごめん。ありがとう。よし、オッケー。ちょっとね、こっち取ってきます。あんなところにいるじゃん。ちょっと一人取り忘れがいるけども大丈夫か。いいのかな。よし、オッケー。1回クリアでーす。4人目が来たね。よし、ではいつも通り行くか。いや、ちょっと、いいや、いつも通り行こう。アイアンハンドアミュレットは1人持ってくれれば、大丈夫なので、いいでしょう。で、4人マルチになると、さすがに敵は多いよね。おいって、危ねえ。ありがとう。いや、硬えな。硬い。こんな硬かったっけ。4人だからか。敵が硬い。こまで硬いっすか。ナイス。もういいところにはまってんね。よし、行きましょう。いつも通り行くね。で、3回でーす。エンチャント入れよう。3回は、4人だと多分、3回も結構きついのよね。きついっていうか、敵が多い。めんどくさいやつが多い。なかなかだな、ここも。よし、オッケー。待て。逃げるな、逃げるな。オッケー。で、シュルカーいるね、やっぱり。めんどくさい、こいつ。うわっ、シュルカーが2体いる。よし、オッケー。うわっ、ちょっと待って。よし。すごい、すごい。こっち側。まだまだシュルカーいるじゃん。なんだ、ここ。よし、終わりか。すごかった。はい、次で4回か。もうレースうっとうしいな。敵の HP 高いね。敵の HP が驚くほど高い。終わり、これで。よし、次で地雷だね。ブラストが人気か。もういいんじゃない。俺はこの地雷は押すように持っていくんだけども、ブラストもね、押す用として使っていけるね。じゃあ、ナイス。うわ、もう3発じゃ無理だわ。これきついね。クリーパーの HP が高すぎる。やっばっ、危ねえ。クリーパーの HP 高っ。この装備じゃ無理になってるわ。5回クリア。取っていくよね、みんなね。特に4人マルチの時はこれで生き延びることもあるでしょ。危ねすげえ、すんごい、はい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 、すごいすんごい、ほんとすんごい、近寄れない、あっちちょっと待って、こっち任せろ、はいはいはい、行きましょう、もらわないよ、よし、オッケー。うわ、いってー。よし。こいつ硬いね。いやでも4人でいくと早いね。うん。役割分担できてすごく早いと思う。で、分担しただけでいいかな。はい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 、で次ヘルバックシーね、オッケー大丈夫で、普段は出てこないクリーパーとかが出るか、いや出ない、あ出る、まあ1体だけど来たね、ちょっとクリーパー注意でやっていきましょう。おお、いる、あナイス、そっちで待っててくれた。種もいいけどもいいか、あ釣り竿でいく、あミスった、みんな釣り竿、あやばい俺だけ釣り竿じゃないかも、やばいみんな釣り竿取ってた、俺も取ればよかった、まあいいか、これだけ釣り竿なしでいきますみんな連射痕持ちか、でもとりあえずはまだ使えないもんね、使える人は使えるか、サイズとかが今回はあるんでそれで使っていけるね。はい、承認、いや失敗したなあ。はい、いや俺も取ればよかった、おなんかお釣り竿が俺のとは違う動きをするね。いきます。剣の人が1人使えるね、残りは使えないって感じか。 OK、 どこに出る、おおいいね、はい、これ炎発動、はいまあそうだよね、そうだわな、いきますねそのまんまで、次、いや勝て敵が硬い、あれなんかラグい、発達してきた、やべえ、よしやばい、あいやこれ釣り竿の影響か、いや違うか、ただ敵が多いからカクカクなのかな、すんごいカクカクになってきたまあいいや、いきます、いきましょう、いやまだなんか若干カクカクだぞ、なぜか若干カクカクになってる、落ちない、大丈夫ね、やばい、正常な動きをしない、よし、まあなんとか大丈夫か、いけるでしょう、 OK、全員ブンブンしだしたら動きがこうなるんだな。 OK、 1人上で待っててくれればこのままクリアしましょう。多分そろそろサイスあたりがないか。でもメイスでも使えるんだけどね。全員メイスだなってことはブンブンするよね、もちろん。あっ重い、全員ブンブンしだすと重い。大丈夫かこれ、落ちない。いやーこれ重い。ちょっと待って、ものすごく重い。うん、誰も落ちなければいいけど。ちょっと待って、動かない。ちょっと待って、演者させてまず OK。 おいクリアかいちょっと待って、いつの間にかクリアしてた。やばいなこれ、動きが、うん、全員が全員ブン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 しだしたらやばいことになる。よし、待て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 、わからん。ちょっとこれか、ここらいか。あ、ようやく動きがまともになったね。ああ、ようやく動くようになった。ああ、ほんとにあれだね、多分3人以上で釣り竿を使うとああなるんだな。うん、もう完全に落ちたかと思ったけど、まあ、落ちずにカックカクでなんとか進んでいくことができましたね。うん、やっぱりそうね、釣り竿を使うのは最低1人だな、最高でも。うん、他の3人は使わない方がいいかもしんないね。いやー重かったー、とんでもなかった。うん、よしよし、1人はねまだなんか復帰できてないですね、落ちたまんま。戻ってこれないのかもしれないね、どうだろうね。これプレステでこれだからスイッチだったらこれ動かないぐらい固まったんじゃない？なんかそんな気がする。なるほどね、ああなるほど、釣り竿を使ったらこういう風になるのか。そうかそうか、ちょっとマルチで使うのは俺もやめとこうかな。ちょっと迷惑かけちゃうかもしれないね。確かに強いんだけどね釣り竿は。でも確かにこれは機械への負担が半端じゃないんだな。よし、まだ若干カクカク、いや若干どころじゃないな、結構カクカクだもんね。よし OK、 そうか、まあそうかそうか、釣り竿とあとブラストだけもあれだね、一緒に使ってたんで。そうそう、ブラストだけもね結構あれ負担大きいのよね。よし、そう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 、ブラストはね結構自分でね高速でブラストビルドかあれやっただけでカクカクになるもんね。なんであれもちょっと注意しなきゃね。あーやばい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 、全然わかんない。あーよかったー、あ戻ってきた戻ってきた、最後の一人戻ってきました。んで商人でラスボスですね。いやー、あのカクカクではもう戦いたくないぞ、頼むよ。カクカクしないでくれよー、頼むから。エンチャント入れときましょう。どうだろう。いや、まあまあまあ大丈夫か。いや、カクカクだ。これはでも一気に終わったいや、ひどかった。こりゃひどい。ラグがひどい。報酬見て終わります。よくないね。はい、ということでまたマルチプレイもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。